どうもお勉強ラップの高慶王です。今回の回はですね、戦国武将ラップを音楽的な切り口から、分析してみようという回になってます。まあ、僕はね、音楽の知識は疎いので、今日は戦国武将ラップのトラックを作ってくれた堂場修三郎くんと一緒に対談をしたいと思います。じゃあ早速堂場くんを呼んでみましょう。堂場修三郎くん、そんな遠くから来た。いや靴ひもとかいいから、今呼んだよね。いないはい、ということで今日は、堂場修三郎くんを交えての対談ということでよろしくお願いします。お願いします。戦国武将ラップトラック作成者でありますので、ちょっとさっきも言ったんですけど、僕は本当そういう関係疎いんで、音楽的な部分はそこについてちょっと質問とかね、させてもらえればと思ってますんで、勝手に堂場修三郎くんですとか言ってますけど、なんて呼ばれたいですか？じゃあいつもの感じで。なるほど。じゃあ承知だっけ？いや、ジュービえ、堂場のことジュービって言ってる？マジで。じゃあ今日はね、ジューズ・ドブロー君と一緒にやっていきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。クーゲオスン、もう崩壊してるわ。いや、でも実際に、僕結構使わせてもらって、アップもさせてもらったんですけど、どうですか、使われて。ポーさんも結構テンション上がって作ってくれてたから嬉しいですよね。単純にテンション上がりましたね。テンションが上がるトラックっていうのがやっぱり結構格側だとあって、本当にやる気にさせてくれる。だから本当にあの戦国武将のラップって2週間もう行ってないですね、10日で書いたんですよ、バーって。それはもうトラックがもうあって、でまあすごいテンション上がるからってなったんで、はい、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。良かったです。このトラックで一番気に入ってるところは、コウさんのラップのリリックとかフローを聞いてから調整し直したところではあるんですけど、そんなことできるんですか？頼んできたよ。そこ頼んできたよ。そうなんですか？すいません。そう、それなんですけど、で僕自身もそこ結構かっこいいところなんですけど、ナンバーセブンの。ナンバーセブン、明智ね。明智光秀ですかね、やっぱり。最後の明智光秀で踏み倒すところの機械音っていうんですかね。なるほど。みたいな。あれですよね。当てに光秀、派手に死ぬ気で嘆き見るしせ、明智光秀。カメラこっち向いてなかったね。っていうところがあるんですけど、そこのとこですよね。そこを裏で、違うな。なってます。じゃあ、生持ってないなら入ってこなくていいですよ。ここはこだわりましたってとこも聞こうと思ってたんですけど、そこ以外にあったりしますよね。こだわりってなると、やっぱりその韻をどうやって聞きやすくするか、分かりやすくするかですよね。コウさんの、もちろんコウさん自身もフローでリンを分かりやすくするっていうのはもちろんあると思うんですけど、例えばその伊達政宗のところだったら、確かに、まで学ぶ太田彩力ではまずはなくは踏み外しですけど、言わなくていいんですよ、散々さっきディスられてるから。そうですけど、そこだけパーカッション、はい、ドラムとかを抜いてみたり。なってた、はい、毎回なってるね。でそこだからダメじゃん。なんかまずは楽のところはパーカッション付きじゃない。それが、いや僕の認識が甘かったんです。なるほどね、確かに。そうなるほど、はい、確かに言われてみると結構で、あとはその、そこもコウさんとも話はしましたけど、徳川家康のところで言葉に合わせてドラムを、はい、マスドラムを入れたりだとか、なるほどね、っていうこと
ですかね。お互いのなんか好みが合うっていうのがまず何よりですよね、多分ね。確かに。コウさんが、あ、じゃあさ、あれやろうよ。一番お互いが好きな有名人のアーティストの2人で一斉に呼び合って。初めて聞いたわ。いやいや、え絶対合うやつ、あ、合うから、多分やつとか言う。じゃあ、アーティストやろうか。アーティスト、アーティストね。うん、待って待って、あ、はい、あれでしょ。あれです、あれあれ。 OK、じゃあ行こうか。3、2、1、はい、AKB。まあ、ミリー部長、お手系 B D と B があったすいませんでした、ちゃんとやります、ちゃんとやります、ちゃんとやったらやります、もう一回お願いします。あと、マミー D ってさ、ちょグループじゃ、ライブ、それさ、やっぱ好きなアーティストは僕はもうマミー D なんですよ。あ、そうなんですか。もう僕は、ちょっとじゃあもう合わなかったら言いますけど、ソーフライですね。はい、はい。あれ、ソーフライっていうグループぐらい、そうか、グループ名でしたっけ。グループ名おっしゃってました。星に願いを届けるみたいな、はいはいはい、ありましたね。最初に言われたのもそれでしたね。そう、で、未だにやっぱ一番ですね。未だに、あー、ごめん、戦国武将ラップとかシュートに全部覗いた上で未だに、あー、含めた上では、含めたらもうドンだから、あ、全然ソーフライの上。おお、間違えた。戦国、いやいやいや、もう跳ねすぎだろ。戦国書ラップとかね、そういう習君の曲が上だと思うんですけど、はい、そういうのがありました。でもあれ作ってるのがジョルジオ、はいはいはい、13だっけ。13って言うんですか。発音いいな。ジョルジオさんが作ってて、はいはい、そこがお互い好きっていうのが合ってるよね。そうですね、ジョルジオさんが作る、ジョルジオさんもあの打ち込み系のでかつ西野カナとかやってる人、はいはいはい、知ってるわ。いやいやいや、すいません、すいません、すいません、そんな切れられると思わなかったけど。わー、ありましたね。